い、皆さんこんにちは、ワンダレグルビジです。では今回はハーツオーバーヤン4都道府県もと続きをプレイしていきたいというふうに思います。今回からですね、いよいよ北海道へ、進行していこうということで、陸軍をね、北海道へ送り込んでいきます。でそれと並行してですね、海軍も久しぶりに増強していこうということで、人的資源はないんですが、戦艦はじめ、空母、その護衛艦になる巡洋艦とか、そういったものをね、いくつか作るような形で生産のラインをですね、再び工場を増やしています。なので、人的資源がね、ちょっと枯渇しているので、なかなか速やかに海軍戦力、海兵ですね、これを増やすことができないんですが、一応生産体制としてはそういう体制を引いていますというところになります。で、進行自体はですね、そうは言っても青函トンネルを通って北海道へ上陸しようということで、部隊を青森に集結させていこうかなというところです。では早速時間を進めていきましょう。まずは北海道に上陸して札幌を目指すことになると思います。で、そうだ、あと研究ですね、今お話したところとリンクするところになると思うんですが、一応今はですね、海軍系戦艦、そう、最超大型戦艦も、今建造中、研究中というところで、ちょっとネタ的な要素ももしかしたら今後大きくなってくるのかもしれないんですが、こういった研究も進めています。で、あとはですね、戦争の状態なんですが、千葉宮城戦争と言いつつも残ってるのはですね、北海道のみ、北の近い VS 関東中枢連邦ということで、千葉県のこの戦争における貢献度 54% までちょっと下がってます。これは間違いなく人的資源の枯渇による戦争に対するこう影響力の低下というのはね、否めないのかなというふうに思いますので、ここはね、しっかり、ケアをねしていきたいなというふうに思います。おそらく師団の編成上ですね、人がいっぱい死んでしまうような構成だったんだろうなということで、そこはね、今後の反省点になるのかなと思います。やはり鉄鋼化っていうんですかね、その歩兵を守れる、人的資源を守れる、そういう師団編成にね、今後はやっぱりしていかないと、人的資源の枯渇に関してはいきなりどうこうなる問題でもないので、ちょっと難しい問題ですよね。さあ、では青函トンネル付近の攻防見ていきます。今だと戦争は行われてるけど、青函トンネルのところに北海道がしっかりここ塞いでいて、封鎖されてるような状態だな。なんでここを突破するっていうのがまず最初になるんだな、青函トンネルね。あとは強襲上陸ということになると思うんですが、一応できなくはないね。やろうとするとどうなの、港を一個作んなきゃいけないんだな。難しい話をするつもりはないので、10師団構成にして、それをしっかり運用につなげていくと、上陸用の運用につなげていくっていうところですかね。少し不安なのが北海道がね、強いんじゃないかなと、それだけですね。じゃあ今もうグリーンになっているところは我々が制海権を確保しているところということになるので、その制海権を確保しているルートを使って、まずは北海道に上陸作戦を仕掛けていきたいと思います。では本当に時間を進めていきます。
ではですね、ここまでざーっと時間を進めてきて作戦を立案しています。まずチーバ君率いる第一軍団って言った方がいいんですかね、こちらの軍団に関しては強襲上陸を仕掛けていくということで、北海道の広域な大地に対して、いろんなところに強襲上陸を仕掛けていこうと思ってます。でその第一弾としては、こちら第9軍と出てますね。この第9軍は10師団と、師団編成は少し少なめにして早く強襲上陸を一発かけてみようということで10師団、残りはですね、千葉君の軍団は30、30、24、24と残りの4軍も送り込んでいきます。で、一方このつるっぱげ軍団の方ですね、つるっぱげ軍団の方は青函トンネルを攻略して青函トンネルから北海道へと進行していくということで、大きくチーバ君の軍団、もう一つがツルッパゲの軍団ということで、この2つの軍団、海からそして陸から攻めていこうというふうに考えています。ではまず青函トンネルの方なんですが、意外と北海道粘っててですね、この青函トンネル入り口、ここに約25師団から30師団程度を北海道が展開してきていてですね、なかなか青函トンネル、これを確保できずにいるというのが青函トンネルから進行する軍団の今の状況です。ただここはね、力押しをしていきます。でもう一つ海から攻めていく千葉君の軍団の第4軍第9軍ですね、ここに関して言うとすでに強襲上陸できる状態にはなっているはずなんですが、ちょっと海県を見ていくと一応取れてはいるので強襲上陸これはできそうですね。なので上陸したら青函トンネル、これを確保するような動きをしていきましょう。上陸がねそもそもできるか、瀬戸際作戦水際作戦で北海道軍にやられちゃう可能性ももちろんあるんで、そのあたりはしっかり状況を見極めながら的確に陸、海それぞれ攻めていく手立てを考えましょう。で青函トンネルのが結構きついんだよね。このメロングマがさいつもいるけど結構きつい。メロングマなかなか突破できないですね、展開できる師団は80なんで、こちらもあるいは北海道も予備の師団数は十分にあるんで、まあなかなかここを突破するのは難しそうかなっていうのがね、感想ですよね。で、あとは今ここまで来ててなんとかここね、千歳を取れれば、千歳に対して港から軍を順次上陸させることもできるんで、まずはこの千歳を取って強襲上陸をしっかり、成功させる、そこからになりますかね。一番いいのはやっぱり青函トンネルを取ってしまうことなんですが、ここ北海道もやばいよねと絶対思ってたと思うんで、なかなかすんなり強襲上陸が効かなそうかなというふうには思ってます。あるいは青函トンネルがダッシュできるっていうのもちょっと難しいかなとは思ってます。ただ北海道、この大きい領土に対して、マックスでも120師団、119師団ですかね、ミニマム46師団と見積もられているようなので、仮に真ん中取って80師団とした場合、すでに20から30の師団がこの青函トンネルの入り口、我々から見た時の入り口に展開しているということは、北海道本土にいるその陸軍の数は決して多くないんじゃないかなというふうに、見積もってます。なので
強襲上陸、決してね無理な作戦にはならないんじゃないかなというふうに期待はしてますと思ったんですが、そうは簡単にいかない。やっぱり強襲上陸仕掛けてますけど真っ赤っかですね。ちょっと内容だけ見ましょう。なんか戻されそうな感じはしますが、まあそんなに無理な強襲上陸にはなってないかなと思ったんですけど、やっぱり千歳というその空港、軍港があるところにはしっかり3手段配置してましたね。北海道もさすがにそこまで甘くはない。まあ、ただこの後続々とね、あの強襲上陸は仕掛けていきますので、どっかで一発ガツッとヒットしたらもうそれでね、一気に大軍を送り込めるという状況は作れるのかなと思うので、まあ、粘り強くやっていきましょう。ではちょっとまたね時間を大きく進めていきたいと思います。はい、では強襲上陸、サクッと成功しているところありますね。これは第7軍になります。この第7軍を使って、一気に青函トンネル、ここをダッシュしていきましょう。いや、うん、そうだね、青函トンネルまで取っちゃいましょう。これは大きいね。24手段がほぼノーダメージで上陸できたので、まあ、この調子でいきましょう。まずは補給路をしっかり確保するっていう意味では、ある程度の地盤をね固めていきたいので、青函トンネル、あるいは札幌、この辺りを目指していきます。残りの師団もいけそうかな。10師団上陸かけたところは千歳、まあ、軍港があるところだったんで、当然敵も北海道も守りを固めているところに10師団で強襲上陸をかけたので、まあ、あまりうまくいかなかった、あるいはいっていないという状況なんですが、第7軍はうまいこと上陸してくれたので、残りの師団もちょっと同じ動きを期待しちゃいますね。うん、いいね、本当期待通りの動きしてくれるよ。こういう形でポツポツと、広げていきましょう。北海道の主力軍は間違いなく青函トンネルにいるっていうのが分かった、あるいは軍港とかね主要施設にいるのが分かったので、こうなった以上は強襲上陸、これが成功した部隊をうまく使っていきましょう。ちょっと苦戦してる時間が長いとね、どうしても補給という意味で難が出てくるので、そうなる前に、しっかりある程度の地盤補給路をすいませんすいません、確保しておきたいなというふうに思います。ちょっとねお聞き苦しい点があってすいません、では少ない軍
人的資源ですが、まあ補給できるところは補給していきます。心配になってくるのが強襲上陸の後なんですけど、今のところ、上陸した一つの軍団ね、夕張へ上陸した軍に関しては、まあ、少しずつですが領土を広げているのかなという印象はありますが、もっともっと広げていかないといけないですからね。まずは千歳を取って千歳を地盤にするっていうのが、まあ、定石なのかな。気になるのが千葉以外が全然全く上陸を仕掛けてくる雰囲気がないというところぐらいかな。ある程度大きい都市を確保して補給をしっかりできる状態、ここに持っていきたいですよね。北海道軍が慌てて、軍をね動かしてきた時にはもう手遅れだよという状態を作りたいので、やっぱりここ電撃戦にするべきだったな。まあ、ちょっと今更感はありますが、おっとちょっと一つ手段が食われたな。上陸かけたもののどうだろう、少し補給に無理があった。ちょっと待ってね。そうするとだ、どうする、あまり無茶をさせたくないので、まず合流最優先にしよう。このままいくと手段が一つ壊滅する。最初だけもしかしてうまくいったのは。まずいね、すごくまずい状況だぞ。手段が1個壊滅しますね。軍が壊滅すると言っていい。第1軍最初期から頑張ってくれた第1軍がここで壊滅か。なかなかきついこと言ってくれるな。さあでも青函トンネルも奪い返したね。これあとは本当に青函トンネル、今度は出口、ここを確保できれば、陸から攻め込めるようになるので、まあ、無理な強襲上陸をしなくて済みますね。千歳付近に強襲上陸した陸軍第1軍の30師団構成の第1軍のうち21師団が北海道に強襲上陸かけたんですが、これが壊滅しました。残念ながら。なかなかやりますな。まあ、ただ青函トンネルはダッシュできたので、陸から攻める予定だった軍、これに関して言うとしっかりと前へ進んでいっている感じはある。で逆に強襲上陸してくれた後に千歳を取って、そこから、まあ、海上輸送で軍を送り込もうとしていた、その発想はちょっとなしかなという感じですね。
陸路、つまり青函トンネルを取るルート、これをちょっと一番最重要ルートとして考えましょう。補給がきついよな、このままだと。本当になんとか青函トンネルまでたどり着きたい、たどり着きたいよ。本当にグハッとなってるからね今。さあ手段がやばいことになってきています、なってきているので、これをなんとか救ってあげたいけど厳しいな。おとなしく青函トンネルを狙いに行けばよかったのかな。ここでも24手段をむざむざ死なせることになる。今死に耐えようとしているのがこの、いや本当に強襲上陸難しいよね。第7軍なんですが24手段で上陸をかけて今21手段まで減っているので、まあちょっと救うのが難しそうですね、残念だけど。となるとやっぱりベタベタではありますが、まあ、あの地道にね、戦艦トンネル、これをやっぱり攻略するべきだったのかなという完成点だな。まあパーツオーバーアイアン難しいんでね、僕とかからするとやっぱりこういう、ことのね繰り返しというか、ミスをこう何度か経験値として、吸収しながら、やっぱりやっていくしかないというのあるんで、まあ、ちょっとまたねあのワンダーが適当なプレイしてるわって思われる方ももちろんねいらっしゃると思うんですけど、今度青函トンネルの出口のところに北海道が20手段で蓋してるからね、この20手段を突破するのがなかなかしんどそうですね。まあ、青函トンネルの攻防と、まあ、壊滅したとはいえ、引き続きねその、まあ、いわゆる強襲上陸、これもやっていきたいと思いますので、まあ、早速ちょっと強襲上陸という意味では何とかしたいなというところなんだけど、まずは青函トンネルの攻防ですね、ここをなんとかしっかりやっていきましょう、というわけで、時間ねちょっとあまりいい進展はなかったんですが、北海道攻略戦青函トンネル攻略がキーになると思います。では今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。